結氷した池一部が結氷したスペリオルコ結氷とは海、湖、池、沼、河川などの水面、あるいは滝などの流水が凍結すること。氷結などとも言い,い、湖などでは全体が結氷すると全面凍結ないし全面結氷と表現される。結氷は気温が摂氏0度を下回った時に発生し、より気温が低いほど起こりやすい。普通。 平地で冬に発生する現象であるが、高地や山岳地帯では、より早く発生し遅く終わる。結氷し、氷塊が多数流れるエルベ川結氷した湖での、ワカサギ釣り結氷した氷のことを、海では海氷、湖では湖氷、河川では川氷、川氷、滝では爆氷と呼ぶ。また、結氷した滝を氷洸と呼ぶ。気象庁は、毎冬、 初めて観測される決表を初氷、その日を決表初日としており、日本各地の気象観渉で観測されている。また、毎冬最後に観測される決表を終わり氷、その日を決表終日としているが、こちらはデータの性質上、その日からしばらく時間が経ってからしか、確定しないので、ほとんど知られていない。一般に、凍った海や湖礁川は、色が白いので、 凍っていない時に比べてアルベドが高く地球を冷やす効果がある。しかし地球温暖化によって結氷が見られる地域はより狭くなり初氷はより遅く終わり氷はより早くなると予想される。北極海などでは温暖化によって海氷の面積が狭くなるだけではなく厚さも薄くなることで春に溶ける速さが速くなる。一旦氷の面積が少なくなると アルベドが下がるので、より多くの熱を吸収して水温が高くなる。それによって、さらに氷が少なくなるといった悪循環が起こることが懸念されている。湖などの結氷はその美しい景観から観光の対象となることが多い。熱い氷が覆って、湖面や川面に立つことができる場合は、穴釣りやスケートなどを楽しむことができる。結氷した滝は時にアイスクライミングの対象となる。 ロシア、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、カナダ、アラスカ州などには1年に6ヶ月以上凍結している湖や河川も少なくない。北海道の雪、霜、結氷、関節、積雪、長期積雪の初終日の初日、終日の観測状況札幌管区気象台、2019年11月11日、閲覧。 東北地方の季節現象仙台管区気象台2019年11月11日閲覧東京における気象の記録気象庁を調べ2019年11月11日閲覧2000年からの季節現象観測の記録名古屋地方気象台2019年11月11日閲覧季節現象観測状況福岡管区気象台 2019年11月11日、閲覧、ありがとうございます。